6月6日小岩第二中学校でハワイ州ホノルル市のエバ・マカイ・ミドルスクールとの姉妹校提携の締結式が行われました。江戸川区とハワイ州ホノルル市は令和4年6月に姉妹都市名約を締結。多様な文化が共存しているホノルル市と交流を図ることで、さらなる共生社会の実現を目指しています。今回の締結式に先立ち、5日にはエバ・マカイ・ミドルスクールのキム・サンダース校長と教員、代表生徒の皆さんが江戸川区役所を訪れました。両校は令和4年10月にハワイ州教育局の視察に同行したキム・サンダース校長が小岩第二中学校を訪れたことをきっかけに、その後オンライン交流などを重ね親交を深めてきました。そして今回、両校の交流をさらに発展させ、今後も継続していくことで双方の語学力の向上や多文化への理解を深めることを目的に姉妹校提携を締結することとなりました。締結式では全校生徒が見守る中、両校の校長が署名した姉妹校提携書を取り交わしました。Thank you for coming to 小岩第二 Junior High School today. It is a great pleasure and honor to officially become sister school with Eva Makai Middle School, which has been a dream of mine for 2 years. We can deepen our understanding of each other's culture and history, and so that those schools can serveas a bridge to promote exchange, Honolulu and Edogawa. Today marks a momentous occasion. Together, let's celebrate this partnership, a bond that will stretch into the future and embark on a remarkable adventure of cultural exchange. Mahalo nui loa and arigato gozaima Shito.締結式終了後に行われた歓迎会では、エバ・マカイ・ミドルスクールの皆さんによるフラダンスと、小岩第二中学校の3年生による二中ソーランが披露されました。その後、代表生徒の皆さんは1年生の授業に参加。数学や英語の授業、給食など日本の学校生活を体験し、お互いに交流を深めていました。区ではこれからもさまざまな場面でホノルル市との交流を重ね、友好の絆を深めてまいります。